8000フィート南カリフォルニアのサンバーナーディの山脈垂直距離の比較地球の表面の高度ヒストグラム。そのうち約71%が水で覆われている標高は最も一般的にはジオイドから延直方向に測った高さを言う。東電くらいの重力の面として地球の海面からの基準を数学モデルで表す地理学的位置の固定基準点。 標高という用語は、主に地球の表面上の高さ地点を指すときに使用され、平均海水面を0メートルとしていることから、海抜高度とも呼ばれるが、地理ポテンシャルとしての高さは、飛行中の航空機や、軌道上の宇宙船など、表面上のポイントにも使用され、深さなど、表面下のポイントにも使用する。がって標高は、地球の中心からの距離ではないので、 注意が必要。ただし、赤道の膨らみにより、エベレスト山とチンボラソ山頂はそれぞれ、最大標高と最大の地震距離を持っていることが知られる。日本において、地図上に、等高線で表される、高さを表記した数字は、東京湾平均海面が、ジオイドに一致すると仮定して、東京湾平均海面からの高さを表記して、それを標高としている。 この標高には固有の名称がなく、東京湾平均海面からの高さと表現しているが、基準となっている東京湾平均海面を TP と称する。標高がジオイドからの高さであるのに対し、楕円太鼓は準拠楕円対面から方向に測った高さである。また、準拠楕円対面からジオイドまでった高さをジオイド高という。 ジオイド面上の垂直線と角円対面上の法線は方向が一致しない。円直線と法線のナス角を円直線偏差という。一般に円直線偏差は微小であるので、高さと楕円対光、ジオイド光の関係は禁似できる。標高を示す晴れやからの地形図の一部。NASA による SRTM 標高の上のランドサット画像。前景に、 ケープ半島と希望本、南アフリカを示している、http://photornal.jpl.nasha.gov ススララッッシシュュスラッシュカタログスラッシュ b i a A 4 9 6 1チリ情報システムは、関連する属性を持つデータの視覚化と操作、キャプチャおよび保存までを可能にする、コンピューターシステムで、GIS は、 様々な縮尺でのランドスケープパターンと関係をよりよく理解することが可能である。GIS 内のツールを使用すると空間分析または地図作成のためにデータ操作も可能となる。8ビットグレースケールとして正規化された正距円筒図法での地球の表面のハイトマップ。明るい値は高い標高を示している。地形図は 多くの場合、等高線を使用して、標高を表すために使用されるタイプの地図であるが、地理情報システムを活用すると一般に、デジタル標高モデルで標高のラスターデータセットで、場所の表面を表すことができる。デジタル地形モデルは、GIS で地形を表す方法である。US、u s スグは、高品質の地形データに対する高まるニーズに、 対応するために 3D 標高プログラムを開発。サンデプは、米国、ハワイも含む米国領土全体で高品質のライダル、データ形式で強化された標高データコレクションで3つのベアースドイツマルクレイヤーがあり、1、3、1、およびにアークの解像度によって、全国規模でシームレスされている。ジテポ30は30秒角の間隔となっている、マップでこのマップから、 各地の高さが導出される。標高を示すために、投稿線の代わりに、色と陰影を使用している。処理された、ライバル、ポイントクラウドは、標高だけでなく、フィーチャーの高さも表示されている。ありがとうございます。